おはようございます。10月14日月曜日の全国の天気をお伝えします。3連休最終日、スポーツの日の今日も広範囲で日差しが届く見込みです。北海道から関東、そして中国、四国地方にかけては日差しが届きます。特に高気圧の中心に近い北日本ほど秋晴れとなりそうです。ただ東北の太平洋側や関東では雲が広がり、にわか雨の心配があります。外出の際は念のため折りたたみ傘があると安心です。また湿った空気が流れ込みやすい九州でも雲が広がり、雨の可能性があります。特に宮崎県内では雨が強まる恐れもありますのでご注意ください。日中の各地の気温は関東から西でおおむね平年を上回る気温で、引き続き25度以上夏日の地点も多くなりそうです。また朝は北日本ではぐっと冷え込んでいます。一日の寒暖差も大きくなっていますので、服装選びにご注意ください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。